それではね、第10週目の展望ですね、こちらの方、カレンダーの方から見ていきましょう。10週目は3月の4日から9日ですね。先週は結構ね、難しい中だったんですけども、なんとか勝ち越すことができたかなっていうところでございます。で、今週はね、それに比べると難易度は低くなると思いますので、まあ、大体月の1週間目、2週間目っていうのは難易度が低い傾向にありますんで、ちょっと確実に取っていきたいなっていうところですね。さあ、それでは4日月曜日なんですけども、月曜日はまあ、マネタリーベースの発表はあるんですけども、緩やかにスタートして、まあ、テクニカルドローに稼ぐことができるかなと思いますので、月曜日から仕掛けていきましょう。レンジオプションの位置は、後でね、また確かめたいと思いますけども、そんなに難しくはありません。151円の方向に向かうという基本ベースはそのままで、よろしいかと思います。で、火曜日ですね。火曜日は、月曜日以上にちょっと難易度が緩くなってきますので、CPI の発表ありますけどね、ここは8時半前後、9時ぐらいまでは警戒が必要ですけども、そんなに難しい動きにはならないと思います。で、火曜日はそのままずっと行きますんでね。で、夜はやっぱりアメリカの発表あります。24時に ISM がありますので、一応ね、月火のマーケットっていうのと、水曜日からのマーケットっていうのは、この ISM によって切り分けられることになると思います。一発目の警戒点ですね。24時。そして水曜日は、その ISM を受けて新しいマーケットになります。ここからがまた注目になりますけども、水曜日の午前中はですからね、様子を見ながら、午後からテクニカルに動いていけばよろしいかと思います。そして深夜はまた ADP がありますので、またここからですね、FRB の発表まで、ちょっとここはポジション持てないところですね。まあ深夜なんでポジション持たないと思いますけど、それに引き続いて、木曜日になりますけども、木曜日の朝4時にはこちらのベージュブックっていうのがありますね。ここも一応見ときましょうか。ということで、木曜日の朝はまた新しい展開になります。ここまでをおさらいすると、月火が同じマーケットで、水が単体で、また木から始まるマーケットってことになります。で、木曜日は大した材料がありませんので、まあ、ゆっくりとね、テクニカル通りにやっていけばいいのかなっていうところですね。はい、で、パウエルの発表がまた24時にありますので、木曜日のマーケットが始まったかなと思ったら、金曜日はまた、金曜日だけで単体のマーケットになるかなっていうところです。はい。失業率も出ますね。金曜日、それから雇用調整もありますんでね、3月8日。その辺も注目でございます。まあ、こんな感じですか。おそらくですね、151円に行ったとしても、もうそこで頭打ちになるのかなと。まあ、そんな週だと思いますんで、ちょっと週間トレードは、今回、第10週目は控えておきましょう。ちょっと見通し立たないですね、これはね。大型材料が、ポンポンと出てきますからね。はい、そういうところでございます。